新型クセ改善の紹介をしていきたいと思います。細毛で表面にパヤパヤした毛が多いモデルさんになります。このクセ毛を伸ばしていきたいと思います。しっかりですね、塗布をしていくんですが、はい、バイアス状に取っていくと結構スピードも速く塗布できます。たくさん量はつけていくのがポイントになります。トリートメント剤をまず最初つけていきます。この後にシャンプーをして、モモンガトリートメントなどケアをして、こちらはモモンガミストコートという、揮発しやすいですねオイルなんですけど、はい、こちらのオイルをつけて、水にも馴染みやすいですね。ダイソン2台で乾かすとめちゃくちゃ早いんでやってみてください。パヤパヤした毛を収めたいのでスイングアイロンをしていきます。ノーテンションですね、あまりテンションかけない状態で上下に振って収めていきます。ダウンシェイプでやるよりも僕の検証結果から収まりますね。こちらはシークレットの内容になりますが、こちらはお水ですね。お水なんですがちょっと特殊です。内容はちょっと非公開にさせていただきます。新しい髪質改善の形になります。特殊シザーのダイバルタンというちょっと大きめのシザーの特殊加工のものを使いながらトリミングをしていきます。この時もこれはサイドチェンジを使っているのですが、裏面を入れているような感じですね。こちらも反対サイドの裏面を入れてます。表面をやりすぎるとパヤパヤした毛が増えてしまうので、裏面を攻めるのが特徴ですね。これは表面ちょっとやってますね。長さを整えて、かなりねサラサラの状態になったのお分かりになるかと思うんですが、縮毛矯正とはちょっと違います。このような感じで、柔らかいくせ毛でパヤパヤした毛が出る方も綺麗に収まります。結構革新的なメニューでめちゃくちゃ時短でできるので、カット込みで1時間半から2時間以内にできます。